ハイ,ハイフン戦争、ハイフン戦争、ハイフン戦争、ダッシュ戦争は、社会主義政権崩壊、ビロード革命後のチェコスロバキア社会主義、共和国連邦議会を中心に、チェコ人政治家とスロバキア人政治家の間で行われた、国名表記をめぐる、政治論争を揶揄した名称である。結果的に、チェコスロバキアの連邦解消、ビロード離婚につながった。チェコとスロバキアの、 両民族によって1918年に独立国、第一共和国として誕生した、チェコスロバキアの表記は、当初ハイフンのないセスカスローバンスコ、チェコスロバキアと、ハイフンの入ったセスコスラベンスコ、チェコイコールスロバキアの両方の表記が混在して、使われた。第一共和国政府は1920年の憲法制定時に、ハイフンのないセスカスローバンスコに統一し、 国名表記をチェコスロバキア共和国、セスカスローバンスカ・リップブリカとしたものの、ミュンヘン協定後、1938年から、ナチスドイツによるチェコスロバキア解体、1939年までの短期間存在した第二共和国では、ハイフンの入ったセスコ・スラベンスコが正式表記となった。しかし、第二次世界大戦後の1945年に、 チェコスロバキア共和国、第三共和国が復活すると、再び配分なしのセスカスローバンスコに改められた。国名は、その後、社会主義政権充立、1948年後の1960年に、チェコスロバキア社会主義共和国、セスカスローバンスカソショリスティカリプブリカに改称。プラハの春後の1969年に、チェコ社会主義共和国と、 スロバキア社会主義共和国による形式的な連邦制に移行した後も、正式国名は変更されず、ハイフンのない表記が長く用いられた。この間、亡命スロバキア人グループの中には、セスコ・スラベンスコをあえて用いるケースが見られた。チェコスロバキアの表記の違いは、両民族のナショナリズムの現れというよりも、むしろ、チェコスロバキア国家の枠組みに対する認識の、 相意によるもので、チェコ人は一体不可分の単一国家として、スロバキア人は二つの国による連合国家として捉える傾向があった。さらに民主化後、それまで境外的な存在だったチェコ、スロバキア両共和国に対する連邦政府からの権限以上が進められた結果、共和国政府の地位が向上したことが論議に拍車をかけた。チェコスロバキアでは、 ビロード革命後の1989年12月、チェコ人のバーツラフ・ハベルを連邦大統領とする非共産政権が発足し、社会主義共和国の国名変更が課題となった。スロバキア人の政治家グループは1990年1月、国名変更にあたり、第二共和国時代に用いられたハイフン入りのセスコ、スラベンスコ表記を採用するようハベルに提案。 ハベルはこれを受け入れ、国名を、チェコイコールスロバキア共和国、リップブリカセスコスラベンスコとする、国名変更法案を連邦議会に提出した。しかし、法案審議に入った議会では、記号を意味的に独立した、10日の単語を接続して、複合語を作る、ハイフン、スポジョベニックと捉える、スロバキア人議員と、それよりも意味合いの弱い、ダッシュ、ポンルカと捉える、 チェコ人議員の間で大論争が始まり紛糾。この論争をチェコスロバキア国内のメディアはダッシュ戦争、英語圏のメディアはハイフン戦争と揶揄して伝えた。3月に入って連邦を構成するスロバキア社会主義共和国がスロバキア共和国に、ついでチェコ社会主義共和国がチェコ共和国に解消を終える中、連邦議会は3月29日になって、 ようやく、チェコ語では、ハイフンなしのセスカスローバンスカフェダーティブニーリプブリカ、チェコスロバキア連邦共和国、スロバキア語では、ハイフンありのセスコ、スラベンスカフェダーティブナリップブリカ、チェコイコールスロバキア連邦共和国とする修正案を可決して、一旦国名を変更した。ところが国名をめぐる論争はその後も収束せず、連邦議会は、国名変更の再審議を余儀なくされた。 結局連邦議会は、記号ではなく連結接続し、A を用いた、チェコ及び、スロバキア連邦共和国、チェコ語、チェスカ A、スラベンスカフェダーティブニーリップブリカ、スロバキア語、チェスカ A、スラベンスカフェダーティブナリップブリカとする改正法案を4月20日に可決。1ヶ月足らずで国名を再変更した。記号を用いないことにしたため、チェコ語と、 スロバキア語の聖書法では本来、最初の単語の戦闘一字のみが大文字となるものの、スロバキア人議員が、チェコは大文字でスロバキアは小文字になのかと反発したため、例外的に接続詞を除くすべての単語の戦闘を大文字とすることで決着した。その後も、正解では、連邦国家のあり方をめぐる論争が続いた結果、両国は百九十三年一月一日に、 連邦制を解消したため、国名表記をめぐる問題は収束した。しかし、地域名称及び歴史名称のチェコスロバキアについては、チェコ語ではその後持ち由来通りのセスカスローバンスコを用いている一方、スロバキア語ではスロバキア科学アカデミー言語研究所が論争の最中の1990年春にセスコ、スラベンスコを正式とする新しい聖書法を提唱したため、 現在はこの表記が一般的に使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。